行ってきまーす。じゃないですか。それ追いかけたら。すごいね、ちょっと準備しますか、うんね、会場内全員で行きます。せーの、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、スタート。頑張れ、早いね。こっちが危ないかな。さすがロングの方々。すごいすごい、頑張れ。マリオ。準備万端ですか？30分前になんかね、撮るやつ、これかずみさん買ってきてくれちゃったけど、メダリスト、はい、どうもありがとうございます。さあ、ということで、すでにスタート3分前を切っています。さあ、札幌テニス、30分前接種、15、途中でこれ飲んで、これも飲んでね。よし、ちょっとじゃあこれからだね。レース後もあるからね、ちゃんと。これ飲んでみるか。続々とあの視聴者さんに声かけいただいてますね。ありがとうございます。ありがとうございます。みんなも違うコース買ったりするみたいだけどね。結構たくさんお会いしてます、うん、どう、え、それってそういう風に飲むんですか、うん、え、なその後になんか飲まないの？水分、そのまま飲むって書いてるよ。いや、水分で流すんじゃないの？うん、嘘、うん、あ、だって口の中粉になる。すごい。何？ちゃんと溶けます。お、すごい。じゃあそれ飲んでスタート地点に準備いきますか。そうだね。なんかいいね、こうイベント感が。はい、うん、楽しいですね。盛り上がってる。うん、まあ、ちょっとあの体調にだけ十分気をつけて、はい、頑張りましょう。行きましょう。イエイ、イエイ。飲んだ方がいいよ。間もなくスタートになるということ。お、400人だって。すごい。すごいね。圧巻じゃない？400人ここ駆け抜けるんだから。すごい。とにかく水。今日はなんか、はい、水水水ってずっと言われてるんで、うん、ちゃんと持ちました。はい、持ちました。あ、続々と集まってきたね。お、行きますか、そしたら。ちょっとじゃあスタートエリアに行きますか。はい、はい、すごい。すごいね、行列じゃん。じゃあここからまずレインボーコースに向かっていきますか。行きましょう。頑張ろう。頑張ろう。あ、伊藤さんじゃん。あ、行ってきます。
こにいたね、スタートだったじゃん。女子大登りました。女子大登りました。登りきりました。ビューを見せましょうか。うん、いいビューですよ。お見せします。じゃじゃん。おー、今日はいい天気だから一段とね、眺めがいいですね。眺めが綺麗ですね。すごいすごい、いいね。ここまで来れば結構、うん、まあ、距離はまだ全然あるんだけど、はい、まあ、山頂までの傾斜は女子大ほどじゃないんで、うん、そこ登ってでパノラマからガーッとしばらくは下りなんですよね、はい、後半最後まで、うん、だからいい感じだと思うんで、まあ、ちょっと行動食とって、まあ、後編、まだ後半でもないんですけど疲れてるけど大丈夫、めちゃくちゃ疲れてるやばいですもん。まあまあこっからなんで、はい、頑張っていきましょう。何の応援？旦那。あ、そうなんですか。仲間たち。16キロですか。え？16キロ。旦那は30。すげえ。30。あ、田中先生。こんにちは。頑張れ。頑張ってるよ。頑張れ。ありがとうございます。もうすぐ山頂。山頂だね。いい感じで、いい感じで。やっぱちょっとこう上りはね、少しこうレスになるから、うん、ペース合わせながらっていう感じでしたけど、バッチリです、バッチリです。でここで一旦下りモードに入るので、はい、ちょっと体勢整えて下りアタックしますか。しますか。大丈夫。やばい。よし、いくぞ。行こう。チャージしましたか。うん、美味しい。これぶどうと蜂蜜。うん、あ、出てきた。うん、こっからね、しばらく下りが続きます。うん、頑張りますか。はい、よし、下りだから走ってこう。うん、一回楽しそう。気持ちいいね。どうですか下り。最高。なんか下りは勝手に足が来たら、うん、もう進んじゃうからね。そう、なんとかね。ちなみに今まで練習とかしてきた中で、うん、今日一番体調いい。そう。なんか一番まだ疲れてないです。アドレナリン？ペースかな。練習ちょびょ、そんなことなかった。さっきのタイム見たろ。うん、でもいつも撮影にちょっともうちょっと時間かけてるから、確かに多分瞬間的な移動は練習の方が早いと思うんだよね。うん、だからちょっと練習より少しこうなんか 70% ぐらいで来てるから、うん、調子いいっす。調子いいっす。うん、いけいけいけ。いっぱいある。
江戸清掃に着きました。江戸清掃にカミカミですけど。すごい、うん、お疲れ様です。すごい。コーラ飲む。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ。コーラ乾杯。最後のエイドステーションだって。最終で最後の。最終で最後です。うん、最後って。3分前ぐらいに。しかも、ワイナルさんと梅がある。食べようかなと思って。コーラめっちゃ美味しい。ね、今までのコーラで一番美味しいわ。うん、ほんとだ。ちょっとコーラってコーラ、はい、何もらってきたの。おいなりさんと、うん、梅干し最高じゃないですかそして最高これありがたいですね、うん、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。朝早くからね、本当にね。うまっ撮ってるじゃん。これトマト撮ってるじゃない。トマトとトマトだ。ワイナルさんいいね。生き返るねずっとここにいてもいいかなさあさあ、超回復超回復しました。超回復。お稲荷さんが美味しかった。めちゃくちゃ美味しかった。俺ね、梅結構汚い。あ、梅来た。さわって染み渡って。私はね、トマトが来た。トマトねいや、ありがたいありがたいね。ありがたいですね。じゃあこの調子で、はい、後半戦も後半戦頑張りましょう。はい、水分ももらったから、はい、チャージしました。行くぜ行くぜちょっと走ろうかな。はい、気持ちいい。いいね。聞いてください。最悪の事態が発生したんです。どうした？え、落ちた？じゃん。やばい。ちょっと目離した隙に。あの丸太ポン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 ってしてたらぬかるみに落ちました。なんとか調子乗って行っちゃったもん。ババババって。そう。それ追いかけたら。怒ってるんだけど顔見せたい。え、ちょ、怒ってる。なんかついてったら落ちたんだけど。ごめんね。見て。こっからね、ちょっと下りなんで、乾かしながら行こう。乾かしてこれ。やば。やばじゃないし。やば。やばじゃないし。行くぜ。怒ってるんだけど。みたいな人いるんですけど。ここから結構長い登りだよね。最後の登りです、うん。最後じゃないか。まあ、細かいこと言うと結構まだあるんだけど。でも最後のね。そうそうそう。しかも今のあの係員さん。そう、スタッフさんに。視聴者さんだったね。はい。MCCサロンの
じゃないですか。間違えた。僕たち今回 M ズスキーサロンでエントリーしてるんで、はい、チームで。嬉しいね、ああいうのも。はい、所属のとこに M ズスキーサロンって出てましたね。そうそう、吉田プロのヒラメキンが、ヒラメキンすごい。いい感じに汚れてきましたね。やばい、ドロドロね。もう一回階段来るから。登り長くないですか。これね、最後の試練だよね。最後の試練。開けましたね。ね、もうね、オリンピアゾーンだよ。イエーイ。イエーイ。気をつけてよ。ここまで来た。よくここまで来ました。よく来ました。もうあと本当ちょっと、まあちょっと。オリンピアの山頂に来ました。ラストスタート、ラストスタート。聖火台山頂。イエーイ。ということはナイスビュー。ここを最後下って、はい、フィナーレということで。フィナーレということで、はい、頑張りましたね。頑張りましたよ。疲れた。大丈夫。大丈夫です。わ、ここ最後気持ちいいな。やばいね。行っちゃう？見て、頑張ったね。行っちゃおう。行きますか、したら。うん、行くよ。イエーイ。ま、気持ちいい。あそこゴールですか。ゴールだ。これ最後のこのゲレンデコース最高。今写真撮ってもらってます。いやいや、すごい。うわ、戻ってきた。じゃあゴール。ゴールゴールです。ゴール。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張った。頑張ったね。お疲れ様でした。撮ります。撮ります。楽しかった。はい。感想お疲れ様でした。お疲れ様でした。頑張ったね。どうでしたか？いやー、なんか楽しめました。あの、あっという間だったし。あっという間だった？うん。嘘でしょ。結構なんか今日はコンディションがすごい良くて。うん。なんか多分練習結構ちゃんとしたし、あの本番ほとんど想定した予行練習もやったからいい感じかな。最後のあのコース下ってくるところは本番に取っとこうっていうことでね、今日初めて走ったけど気持ちいいね。スキーヤーだったらこの斜面をこう走ってこれるっていうの結構魅力なんじゃないかな。しかもなんかこう大会の雰囲気とかもすごい明るくて、結構あの後半に差し掛かるにつれて、あのここでやってるアナウンスとか音楽が山の中にも聞こえてきてて、
盛り上がってる感じでしたね。かずみさんはどうでしたか？楽しかったです。きつかった、うん、きつかった正直言うときつかったでもその中でも楽しかったですよ、うん、頑張った、はい、いやなんかトレランの企画はね結構いろんな山登りながらやってきたんですけど、うん、やっぱりこう朝活としてもすごくいいなと思ったし、はい、今後もこうやっぱり山に夏来れるってなかなかないんで、まあ、その楽しみの一つとしてトレランね継続していきたいなと思いますし、まあ、またなんかイベントあったらねいろいろこう見つけて参加していこうと思いますんで、ぜひスキヤの皆さんいろんな形で山でまたお会いしましょう、楽しかった高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様見てるということで大森くんにやってきました。そしてその目的はですね、なんとででん、なんとうちのかずみが、うちのかずみがよさこいに登場します。イエーイ、いいですね、おめかせして。これも全然違う。いや似合ってる似合ってる似合ってる、うん、すごい素敵ですよ。見せよければ上等よ、たまげな期待と気合いと深い愛情の根性、明日は陽気に生きてやれ、夏に咲かせた